こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい五島列島福江島の旅をお届けいたします。最近話題沸騰の長崎離島は、美しい絶景はもちろん、グルメ、最高の出会いに感動でした。大人の穴場旅行モデルコースを徹底紹介いたします。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。長崎県五島列島は人口約7万人、大小152の島々が存在します。その中でも上五島と下五島と分かれ、下五島の中心である福江島は人口約 3.3 万人、日本国内では11番目の面積で、五島列島最大の島となっており、五島の政治、経済、文化、観光の中心地、美しい自然景観を誇る島でもあります。また江戸時代、キリスト教を信仰していた人々は、徳川幕府によって禁教とされた際、この五島を救いの地として求め、潜伏キリシタンとして集落を形成したため、数多くの教会があります。ドラマ、バラカモン、舞い上がれや数多くの映画の舞台やロケ地にもなり、女優でもあり YouTuber でもある川口春奈さんの出身地としても有名です。五島列島に向かう前は、長崎の雲仙九州ホテルに宿泊させていただきました。いやー、ここはね、九州で口コミナンバーワンで世界にも認められたホテルなんで、最高の滞在になりました。こちらの動画、別動画をご覧ください。さあ、雲仙九州ホテルさんの最高な宿泊を終えて、バスで雲仙から長崎港の方へ向かいます。さあ、バス停降りて長崎港ですね、向かっております。まあ、バスで行ってもよかったんですけど、ちょっと歩いて5分ぐらいだったんで、もう徒歩で行くことにしました。雲仙と違って長崎のね、この辺りは結構もう都会ですね。さあ、見えてきましたね。あ、ここなんか歩いたことあるな。オフ旅の時に歩きましたね、これ。いや、港町って感じになってきましたね。あ、あの辺行きましたね。あの辺で食事しましたし、あれが女神橋かな。で、こちら側に長崎港ターミナルがありますね。しかし暑いな。やっぱ雲仙は涼しかったですね。避暑地としてもいいですね、雲仙。ここですかね、切符売り場1階。さあ、長崎港のターミナルにやってまいりました。長崎港ターミナル、こんな感じになってみたい。五島行きフェリー旅客と書いてますね。僕今回ね、五島行きジェットホイールで行くんで、これですね、4番5番、あ、ここですね。軍艦島クルーズとかもありますね。もう行きましたね、過去にね。そして五島列島があるような感じですね。基本的な運賃はこんな感じですね。往復で 17,280 円ですね。今回は時間的にね、急ぎたいっていうのもあったんで、ジェットホイールを使いましたけど、もっとこう安く行きたいって方はフェリーもあります。フェリーの方だと片道5040円ぐらいで行きますね。まあ7000円ぐらい割引というか節約になりますね。普通のフェリーも1日3便出てますね、長崎から福江まで。だいたい4時間ぐらいですかね、かかるみたいですね、こっちだと。ジェットホイールだとね、なんか1時間20分につくんですね。1時間20分で片道8900円か、4時間かけて片道5040円か、まあどっちを取るかですね。はい、僕は今回は時間を取りました。時間だけは全人類共通に与えられたものですからね。はい、ジェットホイールの乗り場に向かいますね。でジェットホイールが白と緑のやつですね。でその後ろに白と赤のやつがあるんですけど、今日僕が乗るのはそっち側だそうです。結構早いみたいですよ。ペガサスって書いてません、ね、速そう。はい、これで行きますね。結構ビジネスマンも乗ってますね。結構飛行機に似てるようなレイアウトですね。旅感ありますね、これは。なんかこのテーブルの感じもちょっと飛行機っぽいですね。水を飲むスペースもありますね。
万が一の事故発生の場合、機械音声ですね。このジェットホイールっていうのはね、超高性能船舶を開発した米国ボーイング社が選んだネーミングなんですね。ボーイングということはあれですね、飛行機と一緒ですね。飛行機の会社が作ってる船になるんですね。現在は川崎重工業の登録商標ですが、ジェットはね、もちろん本船がジェットエンジンとウォータージェット推進機によって駆動されることが来ており、一方ホイールとは鋭く薄い翼を表す英語から来てるんですね。海上を飛ぶみたいなイメージみたいですよ。どんな感覚なんですかね。ということは波にこう揺れたりとかしないんですかね。真ん中の方の席の方が酔いづらいみたいですね。船はね、中央の下層部分が一番揺れないっていうことで、機械の真ん中ぐらいが一番揺れづらいと。で、今日乗ってるね、ジェットホイールのペガサスは平成2年4月1日に就航したと。総トン数163トンで、旅客定員は257名ですね。最大走力は 45.6 ノットですね。この長崎から五島のみを運航していると。今から高速航行を開始するみたいですよ。さあ、今から80キロもね、船の上で出すんですね。まさに船の上を飛ぶような感覚になるでしょう。なんか始まりましたよ。椿が咲く島なんか。さあ、ちょっとずつね、五島列島が見えてきましたね。で、五島列島はね、まあ、長崎県の西部にね位置する列島なんですけども、人口はね約7万人なんですよ。7万人って言ったら結構な人数ですね。奄美大島よりも人数多いんですね。驚きました。もっとなんか人数の少ない島かなと思ってたんですけど、で、全部でね、大小合わせて152の島々からなるということで、かなりね、もうそれ一つ一つ言ってたら、もう僕もね、自分の人生が終わるまでに全部撮影できるのかっていうレベルでありますね。で、今回はね、福江っていうところですね、その下古島って言われるところに行きたいと思うんですけど、まあ大きくね、その上側の島の群と下の島の群で、上五島と下五島ってこう呼ばれるんですね。で、今日行く福江島ですね、は人口は 36,969 人、面積は 326.34km ですね。はい、なので福江島だけで言うと、まあ奄美大島よりもちょっと少ないぐらいの人の人数ということで、まあ、大体ね、僕の経験上ですけど、5000人くらいを超えてくると、まあ、それなりにこう島だけでこう経済が成り立ってるみたいなイメージがありますので、まあ、今回の3万7千人ぐらいねいる福江島は、まあ、結構ちゃんと繁華街があったりとか、お店がいっぱいあったりとかっていう風に発展してるんだろうと推測されます。楽しみですね。で、今日はね、町の中のこう周辺だけをこう観光して、明日はまあ車でこう一周して海なんかを見たいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと天気予報を確認すると、本当はね、今日と明日微妙に雨ぐらいの感じだったんですけど、今日はなんか晴れそうなんですよ。で、明日が今のところ雨っぽいんで、今日ね、ちょっと頑張って海とかね、天気じゃないとこう映えないみたいなところを重点的に行きたいなと思っております。なので、ちょっと変則的な観光の仕方になりますが、皆さんもこうやって島に旅行行った際にこうやっぱ天気によってこう状況を変えたりすると思うんで、まあ、それの参考になればなと思っております。さあ、到着ですね。太陽が出てきましたね。よかった。船だとね、結構揺れ気にされる方いると思うんですけど、今日僕が乗った感想だけで言うと、ほぼ揺れなかったっすね。めちゃくちゃ快適。普通のフェリーよりこのジェットホイールの方がもしかしたら揺れにくいのかもしれないですね。全然船に乗ってるっていう感じしませんでしたね。まるで飛行機に乗ってるような感覚でした。着きましたね。YouTube でよく使われる声ですね。各自お手元にご用意をお願いします。長崎港から1時間25分で福江港ターミナルにやってまいりました。さあ、到着しました。クルージングなんかもあるんですね。いやー、島はいいっすね。もう到着した瞬間からちょっとなんか島っぽい空気出てますね。
さあ、あれが福江港のターミナルですね。で、レンタカーをちょっと借りないといけないんですけど、レンタカーがどこかな。あ、レンタカーです。ちょうど五島列島夕焼けマラソンかなんかの時に来てしまったみたいですね。今回ね、レンタカーも本当にもう残りわずかで、結構ね高かったんですよ。いや、繁忙期というかオンシーズンに行くと結構大変ですよね。これがお城ですね。日本でね一番新しいお城って言われてるんですよね。天守閣はないんですけど、この石垣がすごく綺麗に保存されているということで、この石垣の形もなんかやっぱちょっと違いますね。なんか丸っこい石が多いですね。入江レンタカー、まあこれになります。ハイブリッドが借りられただけよかった。さあ、バッテリーのね充電とか GoPro 準備できました。はい、それではですね、今から向かいたいと思うんですけども、向かいたいと思います、観光スタートしたいと思うんですけど、まずねご飯食べてからちょっと観光しようと思ってたんですけど、天気がねどうなるか分かんないんで、まずちょっと天気が大事そうな場所で近く行けるとこ先行って、そっからまランチ行けたら行きたいなと思います。ちょっとね観光重視で行きたいと思います。それでは福江島観光には欠かせない鬼岳に行きます。さあ、鬼岳というところにねやってまいりました。鬼岳は鬼岳火山群に属していますということでね、もうここを上がっていくと福江の町がね見下ろせるとのことなんで、ちょっと見に行きたいと思います。で、大体ね5分から10分ぐらい歩くみたいな感じで書いてましたね。さあ歩いていきましょう。結構登っていく感じですね。ここで合ってるんかな、ちょっと何も書いてないですけど、誰もちょっといないんで。すごい、これはなんだ、玉みたいなのがあります。いや、日焼けしそうだなこれ。おお、すでになんか絶景やな。いい風が、いやー、いきなりいいじゃないですか。五島列島自然が豊かでね、残ってるんですよね五島列島は。五島列島はね、自然海浜やね崖とかね火山の景観などね複雑に変化に富んだ地形でね、ほぼ全域がね青海国立公園に指定されるなど豊かな自然景観を持ってるんですね。さあ展望所、こっちですね。登りますか。いや、すごいな、緑がすごい綺麗、雲の影がなんかいい感じで、まるでこうスイスに来たかのようなね、そんな感じもします。長野にもこういった景色がありましたけどね。おお、ちょっと上がってきましたけども、もう結構ね見え始めてますよ。わ、すごい。おお、これもすごいですね。美しい。おお、いい感じですね。すごいすごいすごい、めっちゃ綺麗ですね。あっちの方はなんかちょっと天気悪くなってるんかな。この福江島を全てこう見渡せるような、そんな場所ですね。ちょうどね今あの港の方から来たところはまだ晴れてる感じですね。でちょっとこう左に向きを変えると若干ちょっと雲が多くなってる感じします。おお、気持ちいいですね。いや、静かです。風の音しか聞こえません。鬼岳と周辺の火山ということでね、目の前にちょっとね曇ってるか分かりづらいんですけど、赤島とかね、薄岳とか御岳とか日の岳はすぐ見えますね。日の岳がこれですね。これが日の岳、そしてその横に笹岳っていうのがあるんですけど、あれか、隠れてるやつか、これですね。そして薄岳、薄岳はもうほとんど見えない、薄い、薄だけだけに薄い。あの上まで登っていった方がいいんですかね。で、この島全体ね、福江島全体でいうと
この部分が鬼岳火山群ということで、今この辺ですね、ちょうどこの赤い円の多分この辺にいます。上の方ですね、庭からこの下の方を見に行きたいと思うんですけど、あ、これ行ってるな、上まで、上まで行けってことか。これは行くしかないな。ここっすね、僕今いるの。ここにいるからここまで行かないといけないですね。じゃ行くか。暑いけどな、あそこっすね、あの上までちょっと行きますか。いや、今芝生歩いてますが気持ちいい。ああ、きつい。ああ、ここで合ってんのか。ああ、なかなかせ、いきなり、はあ、体力消耗してしまう。あかん、しんどい。ああ、だいぶ登ってきた。ああ、なんか天気が悪くなってきた。本当に島の天気が変わりやすいんでね、すごい見渡したらあっち側もあるじゃないですか。なんかスイスでこういうとこ来たぞ。おお、ゴルフ場も見えます。畑も美しいしね。いやー、すごい。ちょうど町の方も天気ですね。この辺でいいっすかね。ね、こんなとこ行ってたらもうここ行くだけで 2泊3日いるわみたいな感じになっちゃうんで、今日はこの辺にしときましょう。10分ぐらいですかね、登ってきたの。こんな大げさにしてますけど、単に僕が久しぶりの旅なんでね、1ヶ月半ぶりぐらいに旅に出たんで、ちょっと編集に追われて体力が落ちちゃってますね。はい、というわけで戻ります。絶景でした。汗だくでさ、いい運動になりましたね。洗礼受けました、五島列島の洗礼。次も福江島に来たら見逃せないスポットに行きます。次のスポットはですね、鬼岳からちょっと降りてきたところに阿文瀬溶岩海岸案内図ということでね、阿文瀬ってすごい呼び方ですね。五島の哺乳類は21種類が記録されており、ホンドイタチ、朝鮮イタチ、ノウサギ、他コウモリ類、ネズミ類などが生息していると。いろいろ生物がいるみたいですね。ちょっととりあえず降りてみましょう。うわー、すごい、ジャングルやんこれ。こっちで合ってんのかな。お、すげーに何かいる生き物が。何あれ、やばいやばいやばい、ほら何かいる。おいおいおい、もうすでになんか人間が入ってはいけないところに踏み入れちゃったみたいな。あー、海の音がしていいっすね。ここ大丈夫かな、なんかすげー荒れてる。台風で荒れたんかな。ね、ちょっとなんかここ観光スポットのように感じないですね。さっきのあの詐欺みたいな人についていったらいいですかね。まだ歩いてるな、ほらほら歩いてる、案内してくれてるかも。ついていこう、詐欺に、詐欺に会わないか。ここなんかちょっとね、海は荒れてる感じですね。ゴミとかがすごい打ち上げられてる。すごいな、普通に歩いてる案内してくれてるみたいだ。こっちに来なさいよみたいな、こっちこっちみたいな、ゲームとかでもありますよね。こっちこっちみたいな感じついていったら迷いの森に連れて行かれるみたいな展開。普通に歩いてるし、さすがにビビられたか。あっちやな、展望台みたいな。副将、人がね全然いないんでめっちゃ心配になる。いいんかな、ここ上がっていきなり崩れたりしてんやろ。あー気持ちいい。あ、海が見えてる。もう一段上がりましょう。いや、しかもこういうとこ来たら
うまいことこう晴れてくれるんですよね。ラッキー。うわ、ちょうど晴れてきた。おー、綺麗。阿文字溶岩海岸見えてますね。晴れです。溶岩、こっちもなんか能登半島で見たね、あのランプの宿にもこんな感じの溶岩石があるっていう風にね伺ってましたけど、似てますね。ここに急にランプの宿があってもおかしくないぐらい溶岩がいっぱいあります。ですね、海も綺麗ですね。青い。いやー、気持ちいいわ。あれが詐欺なんかどうかわかんないですけど、詐欺に連れてきてもらった場所間違ってなかったですね。水の透明度も結構高いですね。雨が降った後とかかもしれないですけど、綺麗。楽しみですね、海水浴場も。あ、上から見るとね、結構ほら透明度高い。あ、こんな感じで、すごい。上から見た方がすごいですね。ね、溶岩がこうあるっていうのは分かりますね。こう水の中もすごい溶岩があるのがよく見えますね。アブンゼ、アブンゼ、アブンゼ、何回言うねん。アブンゼ溶岩海岸は、鬼岳周辺から流出した溶岩流の上に約1万年前に海が進出してできましたということで。あ、なるほどな。もともとは鬼岳が噴火して、その溶岩が流れてったと。で、そこに海がこう、水かさが増して海が進出したんですかね。で、さっき気がついたんですけど、あれか、超綺麗。あれ鬼岳か、綺麗。鬼岳っていうからなんかもう、うわーみたいなね感じの見た目かなと思ったら、めちゃくちゃ可愛いじゃないですかね。どこが鬼や、鬼の名前やけどめっちゃ可愛いみたいな。鬼ヶ原咲子みたいな名前やのに、めっちゃなんかアイドルみたいな可愛いみたいな、なんかそういう感じですね。まあ言い方だけ。いやー、すごいな、景観いいっすね。この溶岩の海岸からあの鬼岳、いいっすね、綺麗。いや、ほんと誰もいないな。え、結構宿とか埋まってたのに、みんなどこ行ってるんやろ。別に穴場スポットでもないと思うんですけどね。すごいっすね、こういうなんかジャングル感が島っぽくていいっすね。でもまだ今のところなんかこう、めっちゃ島に来たみたいな感覚ないっすね。普通に街だし、道路もすごい整備されてるし、まだなんかね、あんまりこう、島に来た感じがない。またいる、詐欺が。楽しんでもらえたかねみたいな。ほっ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 ほみたいな。言っちゃいましたね。まあでも時間の流れはね、ちょっとやっぱゆったりに感じるな。ビジターセンターってあるんですけどね。もしかしてこっちが順路、こっちもなんか行けるようになってるな。こっちも行ってみるか、一応さっきのとこだけ行ってね、視聴者の皆さんに、そこちゃうわみたいな、また何やってんねんみたいな、ね。あー、でもこの辺は墓地があるっていう感じで、車椅子なんかついてるから、あれか、ビジターセンターにこっから行ったら車椅子でも行けるよっていうことなのかな。一応ビジターセンター行ってみますか。アブンゼですね。こういう油断したらすぐ読み方忘れるな。ジオミュージアム。あ、まだ空いてるな。アブンゼ海外散策ツアーとかなんか やってるんですね、土日は。あ、一応空いてる。あ、涼しい、涼しい。あ、なんかいろいろありますね、見どころマップとか。今ここですね。さっきから見えてた可愛いのが鬼だけ。いろいろあるよ。こんなんもあるんや、すげえ。結構そのなんか溶岩で断崖絶壁みたいなの多いんですね。で、あ、これ島やん。あ、この島今回行かないですね。ここも行ってみたいな、この島もない。あ、ここもまた違う島や。違う島になるとやっぱすごいなんか景色すごいですね。ジオパークってなんかよく見ますね。島原とかでもありましたね、ジオパーク。ジオパークとは地域の大地生態系歴史文化を知って守って生かす取り組みということですね。おお、大自然ですね。あ、これがドローンで撮ったらやっぱすごいな。おお、しっかり作られてますね。早くこれ、ここ行かずに
帰るところでした。土地の形成のこととか分断のこととか書いてますね。いろんなところから噴火が起こってるんですね。あ、鬼岳の周辺とかこの辺はまさに噴火がよく起こってるんですね。半島の時代、あ、もともと半島やったんや。それが分かれていったんですね、海面が上がって。あ、文禅の疑問、さっきのやつ何やったんやろ、詐欺って僕言ってたけど、どれやったんやろ。記事でもないしな、ここに載ってないな。あ、遣唐使ですね、遣唐使の拠点みたいな感じで、ことはね、大陸へ向かう日本最後の場所、ね、8世紀の唐は東アジアの中心でしたと。後藤は京都から唐への中継地点に位置するため、唐から持った遣唐使によって仏教の最新文化をもたらされたと。潜伏キリシタンの移住、ね、17世紀19世紀の日本ではキリスト教と認知されていました。そのような中、18世紀のどこ等に潜伏キリシタンの人々が信仰の継続を求めて移住をしました。なるほど、島に移動すれば信仰し続けられると。逃げてきたんですね、うん、結構ね、ほんとひどい目あってたみたいで、見つかったりすると。さあ次はね、もともと立ち寄るつもりはなかったんですけど、見つけちゃいましたので行ってみます。天然記念物福江の大椿ということで、ちょっとなんかすごい普通の家の中みたいな感じなんですけど、どれのことなんだろう。勝手に入っていっていいんかなっていうぐらいの、これか。椿は常緑で潮風などにも強いことから、耕作地や住居の周囲に防風林として植え付けられていて、あ、これか、これのことかな。なんかめちゃくちゃしっかりしてるもんな。すごいな、これが天然記念物。多分これですよね、これ以外に考えられない。立派ですね、ちょっとパワーもらっときましょう。はい、パワーいただきます、ありがとうございます。これも椿なのかな、これで台風から守ってくれるんですね。それではこの辺りでね、福江島で一番有名な海水浴場を見てみましょう。海の綺麗さはいかほどか。さあ、高浜海水浴場にやってまいりました。急にここに来たら人が賑わってますね。みんな泳いでるんですかね。ああ、晴れてる時に来れてよかった。みんなでもなんかもう泳ぎ終わってるような感じですね。あ、すごい、ちゃんと整備されてる海の家みたいなのがね。休憩所500円とかシャワーロッカーとかね、いろいろ出てますね。あ、綺麗ですね。あ、波もなんかこう穏やかな感じで泳ぎやすそうな海になってますね。泳ぎてえなー。でも明後日にね、シュノーケルやる予定なんで、まあ、それまでちょっと我慢ですかね。いい感じですね。ちゃんとこう監視員とかもいてね、ちゃんとこう見守られてますね。なんか誰もいない秘境的なビーチではないですね。本当にちゃんと海水浴場として運営されてます。家族連れとかは安心ですよね。おお、綺麗ですね、めっちゃいい感じ。あー、なんかボートみたいなのもあるし、波のね、なんか着方がすごいなんか横一直線でザーッと来てるから、なんかこうサーフィンとかにも良さそうな感じですね。透明度どうでしょうかね。透明度も結構綺麗ですね。あ、綺麗綺麗。あー、来た来た来た、太陽来たか。あー、めっちゃ綺麗。うわー、美しい、透明度いいっすよ。ほら、綺麗綺麗。遠浅なんですね。結構歩いて行ってもずっと浅いっすね。だから水着とか着てなくてもある程度ちょっと奥まで行けるみたいな感じですね。だから子供に安心っすね。うん、これだけ遠くまで浅かったらね、本当に1歳ぐらいのね、子供とかでも全然いいっすね。ちょっと丘の上まで上がってきました。丘の上からね、見下ろすとまた見え方変わってきますね。
山からこう水が降りてきて海に繋がってないな。繋がってそうに見えて繋がってなかったです。夕日もここ良さそうですね。ちょっと別のところに夕日は見に行こうと思ってますけどね。日本の渚百選に選ばれているんですね。環境省選定日本の海水浴場百選にも選ばれている日本屈指の海水浴場であると。天然の白銀色の砂浜、波打ち際より水色青色、沖合では深い藍色のコントラストを見せる海、周りを取り囲む深い緑の原生林、さらには時間や雲の流れによっても景色が移り変わり、沖に浮かぶ佐賀島や水平線を夕日が真っ赤に染めて沈んでいくと。まさにね、原生林が結構周りにあったりとか、波のね緩やかさだったりとか、そのグラデーションだったりとか、今日まだベストな状態じゃないと思うんですけど、そこにね乗ってるような色になったりするとめちゃくちゃ美しいですよね。でこうやっぱここまで環境整ってるっていうのも素晴らしいですね。それではね、このビーチから少し離れたところにある展望所まで行きたいと思います。ここも必見です。さあ、先ほどね海水浴場の近くに魚卵観音っていうね観光スポットがあったので、ちょっと行ってみたいと思います。これ多分ここのね上から先ほどの海水浴場を眺めるとね、めちゃくちゃ絶景なはずなんで、ね、トイレもありますね。ジャングル感ありますね。あ、いますね、魚卵観音。逆光で全然姿見えん。あ、あっち向いてるんや。あちらを向いてます。ちょうどよかった。魚卵観音素晴らしい。自由の女神に噛んでもた。自由の女神に劣らない素晴らしい存在感。そしてその横です、先ほどの海水浴場を眺めることができます。めっちゃ綺麗じゃないですか。美しい。何を思う？それでは五島列島といえば教会、教会一つ目行ってみたいと思います。さあ、この五島列島にはねキリシタンの教会がたくさんあるんですけども、まあ、今回ね撮影で全てを見に行くことはしないですけど、まあ、ある程度何点かピックアップしてみたいと思います。でちょうど先ほどの海水浴場の近くにですねこの海津教会というのがありまして、ここはステンドグラスですね。ステンドグラスが美しい教会ということで、1962年に増改築された。で元々は大正13年に建った教会とのことですね。じゃあ行ってみましょうか。あ、でもなんか歴史を感じますね。やっぱ建物がこれ増改築されたって言っても急にタイムスリップしたかのようなね感覚に陥ります。長崎県の方ではキリシタンとして入れないみたいな人がこう逃れてここになってたんですかね。土足で入らないでくださいって書いてるな。うん、あかん、開いてるのにな。あ、横にスライドするタイプでした。おお、教会ですね。あ、すごいすごい。あ、すごい空気感。ステンドグラスが美しいですね。このステンドグラスがね美しい。なんと五島列島福江島には温泉もあるんですね。まずは足湯の方に行ってみたいと思います。なんと5時まででしたね。ちょうど今5時多分20分ぐらいで足入ってるかと思ったらもう抜かれた後でした。なんてこと。無
すぎる。ちょっとだけ残ってるな。あ、ちょっと熱を感じる。さらに近くに温泉に入れるスポットもあるんですね。行ってみます。なんとここのね、地域福祉センターというところで荒川温泉がありまして、ここで温泉入れるみたいなんですよ。めっちゃいいと思ったらですね、なんと水曜日は定休日でした。今日水曜日です。なんてこった。足湯は時間ちょうど終わるし、こっちは定休日ですか。ありえない、ありえない。五島列島はね、昔捕鯨が盛んだったんですよ。昭和30年からね、昭和35年までの5年間5社が競い合う五島沖捕鯨の漁業としてにぎわいをなんとか、なんていうんですか、称した。捕獲頭数割当枠内での競争激化の影響もあって、捕鯨頭数もだんだん減っていったんですね。で1960年をもって捕鯨に終止符打ったと。5年間で634クジラ取ったんですね。すごっ。でこれがね、クジラの骨です。骨を飾ってるんですよ。すごいですね、クジラの骨ってこんなにでかいんや。人間って恐ろしいな。いろいろとね、スポットを調べながら車を走らせてると、意味深で謎なスポット、日本一太く長い鉛筆、行ってみます。次のスポット行くまでにね、ちょっと車走らせてたら、どうも気になるオブジェがいっぱいあったので、ここちょっと立ち寄ってみたいと思います。すごいですね、なんかアートみたいになってる。観光スポットになんか手作りでしたみたいな感じですね。すごいですよ、なんか島って感じ。ようこそ五島へ、楽しい旅をっていうことで、1号棟の珍品骨董品展示室ご自由にお入りください。そんなんあるんや。いや、3号棟とか4号棟とかめっちゃあるじゃないですか。で世界で1本だけの色鉛筆、おーすごい。色鉛筆がめっちゃでかい。中村ミュージアム、個人の方が作ってるんですかね。めっちゃ手作り感あっていい。中村ミュージアム、いろいろなもの展示みたいな。モーリーミュージアムでもうこう自分でこう作ったりできますね。こっから入ったらええんか。この地区では昭和33年頃までキビナゴを取っていた村中総出で漁をしていたと。あ、これで漁をしてたんですね。いろいろ道具が昔のねありますね。面白いですね。入ってみよう。おニャンコがいる、いっぱい。入っていいんかな、本当に勝手にね。でもなんかやっぱ展示室みたいになってるから、昔のお金とかまである。一銭とか、これは昔のやつじゃないですよね。これは犬用のあれですね。紛らわしいですね、うん、この猫元気もちょっと違いますね、うん。おー、怒ってるニャンコが。うん、大丈夫よ。猫の部屋や、ここ3匹ぐらいいる。めっちゃ警戒してるやん。大丈夫大丈夫、警戒してますね。飼い猫やけど、なんか悪さされたんか、悪さされたん誰かに。あ、いっぱいいるな猫。何匹いるん？3匹いる。あ、4匹いるな、奥にもいる。なんと五島列島ディズニーランドあるじゃないですか。東京ディズニーのミッキー、チコちゃんに叱られる、クレヨンしんちゃんとか、何ですかこれ。大丈夫なのかなこれ。そして大丈夫かな、我が家の愛猫クロ&ヤマト。なんか全てが何かをパクってるような感じ。お、最新の2022年、令和4年9月23日、長崎から武雄温泉、西九州新幹線開業とか書いてますよ。カモメとかって。4号棟入って右の家族写真展示室。我が家の家族写真展示されてますよ。すごいな。面白い。何でもありっすね。いいっすね、でもこういうの。こういう生き方いいっすね。ここのオーナーは逆に住んでるのかな。それすらわからん。いいですね。すごいタイムスリップしたみたいな感じ。時間の流れが止まったようなね、感じします。
やっとなんかこう島らしい感じがしてきました。意外とね、五島列島この福江島結構都会なんで、その島の中ではなんかあんまりね島らしさを感じられなかったんですけど、ここは間違いなく島っぽい。こういう空気大好きですね。やっぱ来ましたね、水森かおりさん、ようこそ五島列島へと書いてますよ。家族写真かなこれ。ゲームで遊んでみませんか。輪投げ、室内ゲートボール、ダーツ、お手なんだか。サイコロあるじゃないですか。何が出るかな。3。悔しい話みたいなね。ここが家族写真のコーナーですね。ここは映さないでおきます。さあ、福江島にあるたくさんの教会、一つ一つ見ていきたいと思います。ちょっと全部は無理ですけどね、厳選して見ていきたいと思います。はい、これは芋中浦教会ルルドというところですね。いろんな教会があります。を見ていきましょう。芋中浦教会は1897年に創建された五島で最初のレンガ建築による教会堂ということですね。レンガなのかな、どこがレンガだね。あれ、ここは公民館か。あ、ここ公民館でした。奥が教会ですね。あ、レンガだレンガ、確かに。あ、車で行けてたんや、あそこまで。いらっしゃいって書いてますね。カトリック芋中浦教会。あ、美しいですね、レンガ造り。わ、しっかりしてるな。あ、で向こうにありますね、先ほどの像は。で、教会内は履物を脱いで入りいただきますよって書いてますね。あれ、もう開いてないな。あれ、あれもう閉まった。こっち側も入れないですかね。ダメだな、真ん中からやったらいけるか。あ、開いてない。さっき帰った人が閉めたのかな。時間が決まってたようです。うっすらと中が見えますね。レンガ造りになってますね。ここもすごいですね。うわー、なんか神聖な感じ。それでは次はね、映画とかドラマとかでもよくロケ地で使われる灯台を見に行きたいと思います。大瀬崎断崖、大瀬崎灯台ということでね、やってまいりました。ここで夕日を見たいと思うんですけども、これ、ここはね、あの舞い上がれっていうドラマで有名な灯台があるらしくて、でそこまで行くとなんか往復1時間ぐらいかかるんで、さすがにちょっとそこまではとは思ってるんですけど、それが眺められる場所から見ようかな。 ここら辺まで行こうかな。ねえ、もう今日足腰使いすぎて、もう足が棒のようですわ。この五島列島のね、観光スポットはなんかすべてほとんどちゃんとこのトイレもね完備されてますし、なんか説明のね、インフォメーションって言ったんですかね、そのなんかこの観光スポットはこういうところですみたいなのもちゃんと完備されてますね。じゃあ登っていきましょう。今日は足腰使いますね。さすがにね、ドラマのロケ地というかそこだけあって、やっぱ観光客いますね。おー、絶景ですね、絶景。素晴らしい絶景でございます。そして反対側ですね、反対側にあの灯台ですね。いやー、そこまでね行ってる人がいて、いや僕も行きたいですけどね、今から行っても夕日の時間間に合わんしな。あそこまで行くともう足脂肪ですからね。
しかしすごいこう絶景のところをねこう行けるということで、あそこまでたどり着いたら感動でしょうね。僕が行った感じにこう撮影してくれる人募集します。僕の姿なしであそこまで行く動画撮ってきてください。で僕がもう行きましたみたいな感じにできると思うんで、こちらまでぜひぜひ送ってください。いやそれにしてもちょっと夕日厳しくなるってきたな。割とこういうパターン多いな。なんか行けるってめちゃ今日いい夕日見れるんじゃないのって思って来たらギリギリなんかもう雲隠れるみたいな。歩道のところからちょっと上がってきたところにやってまいりました。こっちの方がなんか灯台がね結構綺麗に見えるんですよ。反対側のねなんかの断崖絶壁のところはね先ほどのところが良かったですけど、夕日を抑えようと思ったらここは結構ありかもしれないですね。ちょっとここで待ってみますか。ちょっと微妙ですけどね、あと15分、この雲が全部いなくなるかどうか。いやこれねちょっと機械島と同じパターンなんじゃないですかね。機械島の動画もねお昼ご飯返上みたいな感じでバン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 こう観光スポット回っていって、で最後なんかこう夕日見えるかもみたいなところで結局こう見れなかったんですよ。残念だなと思ってたんですけど、なんかねその動画大ヒットしたんで、この五島列島福江島の旅はね大ヒットしそうな予感ですね。で僕すごい大事だなと思うのが、この夕日を待つ時間ってめちゃくちゃ大事だと思ってて、皆さんこんな時間なかなか取らなくないですか普段ね。夕日ちょっと見に行こうよみたいな感じで日常に見に行ってる人ってかなり少ないと思うんですよ、ね、忙しくサラリーマンで働いてるとか主婦やってるとかね学生さんだったりとか、なかなかそんな時間取れないですよ。いやいや夕日見に行ったけど結局夕日見れてへんやんってね言いたいかもしれません。でもねもちろん夕日を見れた方がいいですよ。見れた方が良かったと思いますけど、こう見れなかったとしてもこの夕日を待ってる時間、これめちゃくちゃ貴重ですよ。夕日を待ってる間にめっちゃ仕事をバリバリやるとかないと思うんですよ。いろいろこう雲の動きを見たいね。普段雲の動きなんて見ないじゃないですか。でもこれよく見てくださいよ、この動画僕が喋ってる間でも雲めっちゃ動いてません？こんな風に雲を眺めたことって多分ねあんまりないと思うんですよ。こんな雲の動き見てるともしかしたらこの夕日が落ちるまでにこの雲がこう吹き飛んでしまって全部見えるようになるんじゃないかなみたいなことを考えたりとかね、めちゃくちゃくだらないですよ。めちゃくちゃくだらないことをこう考える時間って意外と人生でね大事だと思うんですよね。だから僕も YouTube でねこんな時間を取ってほしいなと思って取るようにしてるんですよ。つまらないことも言ってるのもわざとですよ。皆さんにこうちょっとでもねこうゆったりとした時間、くだらない時間を過ごしてほしくてやってるんですよ。まあ知らんけどまあそんな感じですよ。だからね、まあ、別にね結果はどっちでもいいんですよ。見れなくてもいい。でもその見ようとしたその見るまでこうじーっとこう待ってる時間、これやってみてください。すごいいい時間です。日が落ちる瞬間のこのなんか時間帯、色めっちゃ良くないですか。この時間の海の色、原生林の色とか雲の色とか空の色とかめちゃくちゃいいです、うん、こんなものを眺められる回数も数えてみると案外少ないかもしれないですよ、ね、1年に何回見れますか。毎日見るわけじゃないですからね。まあ、そんなことを考えながら見ていただけるとありがたいなと思います。というわけで撤収。はい、それでは今日の観光はここまでにしてホテルに行きたいと思います。その後はお待ちかねの飲み歩きです。今回利用させていただいたホテルはこんな感じです。簡単にだけ紹介させていただきますね。朝食シーンとかは撮影がダメということだったんで部屋だけを撮影させていただきます。いや本当にね飲み歩きする分にはもう非常に拠点としてすごく立地がいいですし、寝るだけなんで十分です。はい、ホテルからね歩いてちょっと飲みに行きたいと思うんですけど、明日のね居酒屋とかご飯どころはね予約してるんですけど、今日はねちょっとどこも予約してないんですよ。で時間が今もう8時45分なんで結構遅めなんですよね。なので1軒ぐらいねちょっと見つけたいなと思うんですけどね、今日はちょっと観光重視でね動いちゃったんで、
結構ホテルとかはねもう満室みたいな感じでかなり客多いはずなんですけど、なんか歩いてる人はすごい閑散としてるんですよね。結構スナックなんかもありますね。パブスナックゼロとかトモとかいい感じの店が増えてきた。オカンという店とかもあります。割とホルモンとかね結構いろんな種類ありますね。あのお手軽割烹、これなんて呼ぶんやろ、やっこやつ、ここ Google 評価 4.4 ですね。ここめっちゃ美味しいみたいなんでちょっと見てみます。ちょっとお高めみたいですけどね。もう終わりやった、なんでやねん、今日は終わりってことで行きたかったのに、このまま難民になってしまうんじゃないかな。マジでなんか閑散としてるな今日。水曜日やからなんかな、観光客がめっちゃ来てるはずなんですけど全然観光客の方と出会わないんですよね。どうなってんや、みんなどこ行ってるんや。この五松屋っていうとこもね11時までってGoogleに書いてるから電話したらもう終わりますって。なんで今日なんかあんの、はぁ、マジか。このグリアも行きたいなと思ったら本日は予約のみの営業とさせていただきますって、はぁ、無念です。あと1時間で閉めるけどやってあげるっていうことで、この五島うまかつ Google 評価 4.2 のお店やってまいりました。ありがたいな、全部ダメやったからな。寿司屋さんですね、うまそう。やっとたどり着いたご飯どころ、楽しみです。いろいろねメニューがあるんですけど、観光客は昼に来る方がね多いらしくて、僕みたいに夜に来る人はほとんどいないみたいで、まあ、ちょっとね五島列島のなんか地元の魚の握りを上でもらうことにしました。あれおかしいやつがいるからみんな集まってから自分で来てから、ああそうですね、それはそうですね、なんか、うん、旅好きとかなんとかして、うん、本格やつがいるから帰るから、はい、それはそうです。一切入れなかったんですよ、うん、ひどい人がいるもんですね。なんかここにねどうしても入れてくれみたいな感じで入ったのに、旅好きの人がね、僕じゃないですよ、その人がなんかもうすごい悪い評価を入れたみたいな、そんな人がいるんですね。恩をあだで返すみたいな感じですね。じゃあいただきます。やっとです。ちょっとお通しもいただきます。うん、どうしよう、はい、天然ぶり、イサキ、ケンサキイカ、一番美味しいか、これ。へぇ、マジ。これはすごい。ビジュアルからいいな。いただきます。これが何でしたっけ？ハガツオ。これがハガツオ。これがハガツオ。ハガツオ、うまそう。うん、美味しい。たたき、うん、すごいなんかとろけていく感じですね。ご飯が進むような、これはうまい。いや元気になるな。あ、うまい。その技俺しか持ってこのお店にしかない技だそうです。うまっ。五島麦の水割り頼みました。五島麦、ね、焼酎です。やっぱ焼酎ですね、九州といえば。こっちの手で持ちますね。僕も意識するようになってきました。すっきり刺身に合うな。どんな料理にも合うな。はい。おお、それではハガツオの天ぷらいただきます。ハガツオ自体はね、あんまり食べないですけど、それを天ぷらにした。めったに食べれないですね。いただきます。
これすごいな。タガツオってめっちゃうまいですね。カツオのトロみたいな感じですね。でそれを柔らかくこう天ぷらにしてるんで、なんか本当にとろける。カツオの生、それから次天然ぶり、はい、エビは色がなくなるからつけてるだけ。それからそれ検査機行ったね、キビラゴボウカン、あでね、ヒレも全部入れてあるから骨引っかかるでしょ。で、先の握りでしょ。お腹グロ、お腹グロ、キビラゴの握り、キビラゴ自家製卵、おおすごい。次はハガツオのたたき、うん、マジいいでしょ。おー、これはすごい。これが地物握りの上ですね。日によって違う、取れるもので違う。ああ、なるほどなるほど、うん、これは神セットが誕生しました。はい、先ほどですね、モーリーチャンネルで初めて旅の Vlog ですね、10万再生突破しました。ベトナムの動画なんですけど、あのランキングとかではね、10万再生突破してたんですけど、初めて Vlog で突破しました。記念して五島芋をいただきます。飲みやすい、めちゃくちゃ飲みやすいね。危険だなこれ。でここでしか食べれないキビナゴの寿司。うん、いや美味しい。難しかったら店前して帰っていい。忙しいで嫌だ。これハガツオね。あ、この時間でその鮮度はないと思った。ここだけ違う。あのやり方違うから。ああ。見せたい。なるほど。後で調べてるの全然違うから。あ、そうなんですか。あ、そっか。時間関係ありますもんね。うん。うん、ネタは担当ストップです。うん。やり方も全部違う。ずっと築地に長かったから、築地に入っていた。あ、築地行ってなんですね。あ、だから築地のあれがあるんや。メダル数も半端じゃないでしょ。そうですね。築地を置くんだったら30シリーズを置くとかやる。それが俺ら考えた。なるほど。いいっすね。ハガツオ。大将めちゃくちゃいい人。もう多分閉店時間なんですよ。ゆっくりしてていいよと。ありがたいですね。やっと島の人の優しさに触れましたね。今日ずっと観光行ってたからね、人と触れてなかった。やっぱこう島の良さをね語るのに人は欠かせないですね。間違いなくおすすめの店です。卵もうまそうです。独特な形、うん、うまい。これも全部俺作ってるの。あー、すごいですね。メニューねちゃんと作ってる。緊急事態って言ってからダーッと作ってた。しっかりできてるじゃないですか。2日でできええー、素人じゃないでしょ。いやこれいいっすよ。いやしかもなんかこう魂が伝わりますよ。いやー、大将と話し込んでね、10時閉店のはずやのに10時20分までいました ね。最初はなんかもう悪い評価書くんやったらもう YouTube なんて あげんなよぐらいの感じだったのに、最終的にはめちゃくちゃ仲良くなりました。やっぱいいっすね、五島の人最高やな。まあ、それとね、本当に寿司とか天ぷらとか食べましたけど全部うまかったですね。あのクオリティであの値段みたいなお値段やったんで、ぜひね皆さんも行ってほしいっす。その大将のね気さくな話にも聞いてほしいっす。おお、後藤にゃんこがいるじゃないですか。慌てて撮ったんでマイクの電源もオンになってないっていう最悪な事態です。かわいい子猫、全然こっち向いてくれへんけどな。後藤にゃんこめっちゃちっちゃい。でも親だけが逃げました。なんちゅう親や。大丈夫大丈夫。何、めっちゃおる。4匹もおる。かわいい、かわいいね。ホテルの部屋に戻ってきたらバラカモンやってるじゃないですか。これのおかげもあり、五島列島が今フィーバーしてるんですね。なんでその時に来てしまったんや。
おはようございます、今ね朝10時半ぐらいなんですよ。今日朝食も寝坊して逃してしまいました。はい、まあでもねちょっと朝食撮影も NG ってことだったんでまあよしとしましょう。というわけで今日やっぱりちょっと天気悪いですね。雨までは降ってないですけど降った後もありますし、ちょっとやっぱ雲がどんよりとしてます。昨日のうちに絶景ポイントは観光し良かったなと思います。で今日はですね Wi-Fi がね先ほどのホテル早くなかったんで Wi-Fi の早いカフェでちょっとだけ仕事してからランチですね。うどん食べに行きたいと思います。五島うどんですね。とかまあいろいろとこう体験スポットだったりとか巡りたいなと思います。で今日の夕方にレンタカー返す予定にしてるのでレンタカー返して飲み歩きというか2軒3軒来たいと思ってます。で明日朝シュノーケルですねをして帰りたいなと思います。さあそれでは朝食代わりに五島うどん食べに行きたいと思います。評価の良さそうなお店見つけました。さあめっちゃね雨が降ってきたんですけどもちょっとコワーキングスペース行く前にやっぱお腹空いたなということでうどん来ました。バラモン亭というねうどん屋さんに来ました。オープンしたばっかりに来ました。やべやべうどん完売したってなってるけど大丈夫なんかな。なんと今日うどんやってないってことでしかもめっちゃ雨降ってる。マジでなんてこったです。うどん今日はやってないと弁当だけの日なんですみたいな。そんな日あんの。お店の開店前からずっと待ってたのになんてこった。くそ。製麺所にやってまいりました。株式会社中本製麺ということで遅刻だけうどんセットとかありません。遅刻だけ食べたい。これですね、地獄炊きうどんの3つの食べ方ということでまずは何もつけずに麺を味わってみてくださいと、その次がアゴだしスープでいただくと、そして生卵に麺つゆを少々という感じで3通りの食べ方があるんですね。名古屋でいうとひつまぶしみたいな感じですね。これが地獄炊きですね。五島うどんっていうのはね島の特産である食用椿油を塗布しながらね棒状の生地を日本の端にかけて伸ばしていく作業を繰り返して、ね、紐状の細い麺にしていくんですね。でその過程でね何度も熟成を重ねじっくりと乾燥させ、まあ、それによってねコシが強く切れにくい五島うどん特有の麺に仕上がるということですね。でこのね地獄炊きっていうのはどちらかというと上五島の代表的な郷土料理になるんですね。こっちは下五島になりますけど、まあ、でももはや五島列島の名物になってるんでしょうね。ちょっとまずはそのままねいただきます。もうそう細い結構細麺ですね。うん細麺だけどなんかやっぱコシがすごくしっかりしてて切れにくい感じ。うんビヨーンってこう伸びる弾力がすごいですね。うんこうなんか太いそうめんって感じですね。なんか多分作り方も結構そうめんと似てると思うんでね。じゃあ次はあごだしでいただきます。うんうんめっちゃすっきりで美味しい。あっさりうまいっすね。朝食としても食べれるうどんっすね。朝うどんありですね。ちょうど雨に打たれてね体が冷えてたのでめっちゃいいっす。で次の食べ方いきましょう。こっちは卵のねまろやかさと麺つゆめっちゃ合うな。それとやっぱ五島うどんのコシの強さがねちょうどいい。これが一番うまいかも。これ五島うどんだからこう地獄炊きみたいにねずっとグツグツ煮てても麺が伸びないってことですね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。うわーこれ今回の旅であと2回ぐらい食べたいな。いろんな種類売ってるんですね五島ね鍋うどん。めっちゃいろんな種類ある。旅猿とかでも来てる。よろしければ発見証明書をお見せください。中古収録。うどん食べてる間にすっかり雨止みました。よかった。
あと五島はね結構自販機があるんですけど、自販機の値段が若干本州に比べると高いですね。10円20円ぐらい高いみたいな。スポーツドリンクがなんか昨日暑くて買ったんですけど180円とかでした。ちょっと高めですね。昨日夜にご飯食べたところで教えていただいた産直市場に行きたいと思います。五島がうまいという産直市場やってまいりました。ここではもう五島の名産全部手に入るみたいな感じで、昨日ね寿司屋さんで教えてもらったんで、ネクタリンとかミツタケソウとか売ってますね。オクラもでかいな。しかも値段が安い。トロナスもある。この辺はお茶ですね。五島椿茶、そしてザルうどん、手延べうどん、境界セット、かんころ餅、これ食べたいな。五島のスイーツかんころ餅、伝統の味かんころ餅、昔から受け継がれる素朴な味に感動。ここはなんか由緒正しいやつっぽい気がするな。パッケージ的にそう考えるとパッケージって大事ですね。これが僕が描いた手書きのねなんかイラストとかやったらめちゃくちゃチープに感じてパクリみたいに見えるんですよね。かんころ餅買いました。産直市場の近くにねもう一つお土産屋さんありそうなんで行ってみます。さらなるスイーツを求めて、先ほどね五島がうまいの目の前にある五島というお店に行きました。なんかうまそうなソフトクリームあるな、食べたい。五島芋ソフトクリームということで、日本さつまいもサミット2022さつまいもオブザイヤーファーマーズオブザイヤーダブル受賞の五島芋仕様ということで、これはいかなあかんやん。五島はなんか食がすごい良さそう。食べたもん全部美味しいし、この揚げ缶とかうまそうですね。カフェあるじゃないですか、五島カフェっていう、五島カフェメニューということで、このソフトクリーム食べようかな。さっき僕ね、かんころ餅丸ごと買いましたけど、ここでトッピングして楽しむのもいいですね。そしたら五島芋とかんころ餅が同時に楽しめるんで。あ、浜口京子さんとか来てるじゃないですか。おー、美味しそう。ここのカフェスペースで食べます。もうね、なんかどこに来てんねんみたいなね感じなんですけど、見てください、これこんな形になります。かなりこうやっぱ粘度が高いからこの形でいけるんですね。東京のあのアサヒビールの上みたいね、こんなんありますよね。じゃあいただきますね。うん、あ、うんま、芋の存在感すげえ。芋食べてるみたい、芋食べてるみたいだけどちゃんとアイスクリーム、芋風とかじゃなくてもう芋、冷たい焼き芋みたいな。表現難しいな。どれも美味しそうに感じないですね。五島のね豊かな土地で有機ジャス栽培で育てたさつまいもはこの五島芋なんですけど、さすが賞をもらってるね、芋だけあります。うん、存在感がすごい。めっちゃ甘いんですけど嫌な甘さじゃない、しつこくないんですよ、絶妙。これは食べた方がいい。あかん、のんきにスイーツ食べてたら早く仕事しなければという状態になったので、コワーキングスペース行きます。ここで仕事します。コンセントも完備。仕事はねちょっと人だらけしたんで、ここでランチも食べたいと思います。美味しそうですね。島とは思い合わせないような、東京みたいな。いただきます。ハヤシライスなんかなこれ。うん、甘い感じ、結構野菜のところも。この五島のやつですかね。それでは仕事も終わってお腹も満たされたので観光を開始したいと思います。まずはお城を見に行きます。はい、福江城をねちょっと見に行きたいと思いましたが、ここ福江城じゃなくて学校じゃないですか。
長崎県立五島高等学校でこんなお城の中にあるんですね。めちゃくちゃかっこええやん。学生が奥に向かって行っております。さすがに中には入れないですけど、面白いですね。これが五島高等学校だ。はい、先ほどね、学校からちょっと奥に行ったところに入り口になってました。石田城、福江城跡ということでね、五島藩主、五島氏は江戸初期、これまでの居城であった江戸城を焼失して以来、久しく石田陣や石田城の前身で過ごしていた。幕末になり、五島近海に外国船、黒船ですね、が出没し始めると、五島藩は幕府に築城願いを出したが、約半世紀の間築城許可を半世紀も下りなかった。しかし幕府はついに1849年海岸防衛を厳重にせよと築城許可を下したそうですね。なるほど。この木もすごいな。でちょっと外のね、城壁を見てみましょう。この城壁立派ですよね。ちょっと今な工事中なんですけどね、お堀があってこの石垣がありますね。おお、なんかでかい魚がうねうねしてる。でかでかでか、何あれ、すごいすごい、何あれ、あっちが気になるわ、石垣より。で石垣もすごいですね。この丸い石が結構特徴的だなと思うんですけど、立派です。で天守閣は建たなかったと。本当にここを守るために建てたと。この門とかも立派ですね。分厚い門が。チャンココ無形民族文化財。チャンココは福江に伝わる古い念仏踊りであると。語源はチャンが何の音や、何かの音、ココは太鼓を叩く音だろうと言われていると。これのお菓子もあるんですよね、チャンココっていう。これ探してるんですけど今のところ見つかってないです。でこの城の中に中学校が入っていると。安心ですね、城に守られてる中学生、親からしても安心じゃないですか。何かあっても城に守られてるんですからね。そして保育園なんかもね、この城の中にあるんですよ。安心ですよね、なんか守られてる場所に中学校や保育園があるって。そしてここが石田城五島氏庭園、庭園がある、名勝ですね。あ、溶岩なんかも使われてる庭園なんや。それはもうこの五島列島らしいですね。でここは、入園料が必要だということですね。ここ入りたいなと思ったんですけど、夏季休園のお知らせ。まさかこんな城の庭園まで臨時休業っすか。何個あんねんこの島でも臨時休業。ぜひ皆さんご自身の目で見てください。またいるじゃないですか、詐欺。お疲れ様です、昨日ありがとうございました。はい、こちら武家屋敷通りになりますね。昔の古い町並みが見えるということで、ね、すごいですね、この石垣な感じとか、あの城とちょっとやっぱ似てますね。同じものが使われているようなイメージですね。で、ただ今現代なんで宅配便届いてます。ここは現代でした。いやー、いいですね、この感じ。石の感じがなんかいいですね。溶岩混じりなのかな。ずっとこう続いてますね。昔ながらの街並みが残ってるって感じですかね。武家屋敷通り、ふるさと感っていうのがありますね。さあ次のね、観光スポットは雨でも行ける五島列島酒造、酒造を見に行きたいと思います。さあ五島列島酒造にやってまいりました。酒造見学したいなと思います。まあちょっと飲めないですけどね。じゃあ、お酒の匂いがする。工場で焼酎ができるまでという工程をですね、説明させてもらってます。こちらの工場ではですね、芋と麦と椿3種類の焼酎をですね、作らせてもらっております。
原料ですね、米麦、さつまいもすべて五島でですね、取れたものを、使用して作っております。紅はるかをさらに樽の方に移し替える樽熟成というものになっています。樽の色だったり、香りだったり、味だったりというのを楽しめる芋料理ですね。どちらかというと、ウイスキー寄りタイプの焼酎になります。一つのものをね、作り上げるのにものすごい工程がかかってるっていうのと、人間ってやっぱすごいなと思いましたね。こんなん誰が思いついたんですか。長年にわたりこう積み重ねた結果なんでしょうね。でも樽に入れるとなんかこうウイスキーの感じになるっていうのも、確かになんかウイスキー飲んでると樽っぽいこう木の匂いというか、なんかそういうイメージありますよね。麦、芋、紅はるかのやつよ、あ、これが椿のやつですね。五島列島酒造の近くにまた教会がありますので、こちらを見に行きます。はい、次はカトリックミイラク教会にやってまいりました。このミイラク教会はですね、外壁正面の陶器で描かれた大きなモザイク製画と内部のステンドグラスの美しさが非常に印象的な教会だそうですよ。あ、これが陶器で描かれた大きなモザイク製画ですね。このモザイク模様のね、壁画が素晴らしく芸術的です。それではね、次はたまたま車を走らせてたら絶景見つけちゃったんで、こちらも見てください。おお、なんかすごい、もう車で行けるんや。海めっちゃ近くやのに、まあ、天気悪いですけどいいっすね。ちょっと出てみようかな。いやー、すごいっすね。五島らしいなんか景色っすね。この草原感と溶岩っぽい感じ。うわ、すごい、何あれ、温泉、温泉あるんじゃん。ちょっと降りていくの怖いけどな。何なんやろあれ、謎ですね。すごいな、石がやっぱ黒いですね。溶岩ですよね。あれ何なんやろ、ほんまお風呂みたい。もう少しね、先に行きたいと思います。夕映えの道って書いてる。長崎花、長崎花ってどっかでもあったな。宮崎か。すごい、ここ夕日が映えるんでしょうね。しかも人もほとんどいないからめっちゃ穴場っぽい。いやー、これはまた来ないといけないな。ここでの夕日見たかったな。長崎花灯台ですね。車で灯台つけるじゃないですか。これが長崎花灯台ですね。いやー、これ風の強さを物語ってますね。これすごい傾いてる。海の美しさと怖さを両方ね、教えてくれる感じですね。ケアンって言われるね、またはスケアミ、その起源が数万年といわれる原始療法の一つで、遠浅の海岸に石積みを築き、潮の、ああ、なるほど、そういうこと、岩で囲んでるっていうことか。ああ、そうか、今はなんかこう波が高いんでね、崩れてますけど、実際こんな風になってるんですね。鳥がすごい。そして奥にはめっちゃ波が、すごい絵ですよこれ。なんかラスボスのとこに行くシーンみたい。はい、それではね、ちょっと運転してるとね、お腹が空いてきたんで、このかんころ餅いただきます。これも五島の芋で作られておりますね。もう正真正銘
製造者長崎県五島市ってなってます。原材料名さつまいも、もち米、砂糖、バレーショデンプンになっております。結構しっかりして、あ、匂いも、あ、芋のいい匂いする。あ、弾力すごっ。もう紛れもなく餅やん。素朴やな。こういう味なんか食べたことあるぞ。芋だけを食べるお菓子みたいな、芋食べてる感じ、うまっ。これで運転頑張れるわ。おいおい、めっちゃ雨降ってきたやん。うわー、もう本当に海とか行かなくてよかった。もともと予定だとこれぐらいの時間にも海水浴場で泳ごうかなとか思ってたけど、やべー。最後にこれは絶対見といた方がいいかなと思う教会に行ってみたいと思います。結論から言ってここは行く価値ありました。さあ、もうレンタカー返す時間なんで急ぎ足でやってまいりました。道崎教会ですね。道崎マドレーヌのお店とかあるな。スイーツの自販機があるな。ちょっと後で見てみよう。この先を歩こうということでね、道崎教会200m。マジか、急いでるのに。道崎でしたね。道崎じゃなかったです。山崎正義さんに怒られますね。あ、そっちは山崎か。道崎 マドレーヌのお店かな。もう閉めてるっぽいけど。こっから道崎教会に入れます。もうここにもなカフェがあるの。いや、確かにね、ここすごい景観がいいんですよ。ここ住みたいって思うようなめっちゃいい景観。波も穏やかで、そしてなんかああいうちょっとなんか景勝スポットというかね、景観のいいスポットがいっぱい ありまして、こちらもなんかすごい綺麗な緑でめっちゃ良くないですか。そしてこんなねカフェがあったりとか。今日は閉まってますけどね。チリンチリンアイスもあるよ。すごいおしゃれやな。道崎教会。これもちょっと時間終わっちゃってるし、もう時間ないんで外側だけでもね、こう映しておこうと思います。こんな感じですね。いやー、素晴らしいですね、存在感が。あ、これが正面。こっちからの方が綺麗ですね。おー、すごい。道崎教会、明治6年にね、キリシタン禁教の高札が下ろされ、信者たちは信仰の自由の日を迎えたということですね。それから4年後、後藤キリシタン復興の任を帯び、フランス人宣教婦フレノー・マルマン両神父が後藤を訪れた。キリシタン史上からも重要な位置を占める由緒ある教会ですということですね。そしてなんか穏やかなね、海も見れます。さっきまでの土砂降りがなんとやらね、こう観光スポットに来ると雨止んでちょっと穏やかになってます。いやー、潮の匂いがしていい感じです。穏やかな波が、透明度も高い。おー、なんかあれ遊覧船ですかね。ここめっちゃいい場所やな。スイーツ自販機、ここにスイートポテトとか準備中やけどな。賞味期限近いやつが70円で売ってる。生チョコ、天使のおへそとか悪魔のおへそ、アマドレーヌ3個入り、1個入り180円。さあ、それではね、飲み歩き行きたいと思います。まずね、最初はですね、五島牛、これ食べに行きたいと思います。五島牛のステーキですね。ちょっと焼肉もあってどっち行くか迷ったんですけど、なんかやっぱ五島牛らしさを味わえるのってなんかステーキなのかなと思って、 Google 評価 4.4 の人気店ですね。なんとか予約することができました。そちらに行きたいと思います。ホテルから約歩いて3分でございます。おいおいおい、めっちゃ降ってきたやんけ。危ねえ、傘なしで来るとこやったけど、ホテルの傘一応念のため持ってきたら、うわー、帰ってくる。この五島牛
食べれずにのたれ死ぬのか。あ、あった。あれですね、望月さん。月は見えませんが、望月さんは見えます。予約困難、超人気店にやってまいりました。ここですね。あ、いい匂いする。本日は満席でございますって書いてますね。予約してます。せっかくグルメとかも来てるじゃないですか。数々の有名人が来てますね。すごい。あ、川口春奈さんも来てます。出川さんも来てますね。充電旅。はい、基本的にこんなメニューになってますね。五島牛のロースステーキセットの部分とヒレステーキセットがありまして、今日はねもうヒレがないということで、だから今回ちょっとステーキ頼もうかなと思います。で、他にもですね、あんまメディアには出てないんですが、この五島牛のビーフシチューとかね、あと五島豚っていうのも有名みたいで、五島豚のステーキセットだったりとか定食もあるんですね。で、五島牛丼とか、この辺もまだあんまりメディアに出てないってことだったんですけど、さすがにね、ステーキ食べた後に牛丼までは食べれないんで、で、あと定食なんかもありますし、あ、この五島豚のビッグ串カツ定食ってのがあって、これは単品でね、あるんで、これ単品頼もうかなと思います。そしたら一応、五島牛と五島豚、どっちも食べれるかなと。あ、そうだった、お酒飲めるビールかな。でも雨濡れたからちょっとなんかワインかな、グラスワイン赤いとか。しかも食事をしていただいたお客さんに限りセルフサービスがお一人様コーヒーかコーヒーゼリーどちらか一杯サービスということで嬉しいっすね。これこの五島牛っていうのはね、なんか佐賀牛とかいろいろあると思うんですけど、有名な牛がそれのもう原点になってるような牛ですね。サラダが来ましたね。そしてワインも来ましたよ。それではいただきます。なんかスイッチ間違えてスローで取っちゃってるじゃないですか。このオリジナルのドレッシングがまた美味しかったんですよね。来ました、ロースカツ、五島牛のロースカツ。これこそ神髄ですね。数々の著名人の方も食べた五島牛でございます。いや、もうナイフなんか使わずにもうそのままかぶりつきたいんですけどね。これは大人の穴場旅行なんでそんなことはできません。それじゃあいただきます。すげえ、これめちゃくちゃ油が乗ってるのにその油がしんどくない。味もすっごいこうグッとくるのに後に引かない。これは贅沢やな。うわー、これは缶はもう飯テロですね。編集しててももう肉が食べたくてしょうがない。幸せがここ五島にもありましたね。これが幸せか。この幸せを求めて各著名人もね来られてるし、毎日満席なの分かります。いや、本当よく予約取れたと思います。ビーフシチューの単品もこっそり頼んじゃいました。ちょっと食べ過ぎかな。単品だったらいけるかなと思ったけど、このビジュアルをねどうしてもお見せしたくて。これほんとね、ちょっと食べれんのかなと思ったけど、なんかさっきの普通のロースのうまさを考えると全然食べれそうですね。じゃあビーフシチューいただきます。これはとろけるな。そしてシチューもめっちゃうまい。何この奥深い味。これ頼んどいた方がいいっすよ。ちょっとね、ほんとにそのロースステーキとこれどっち頼むかって迷うと思うんですけど、なんとか両方食べれるようにしてほしい。それぐらいの一品っす。うん、一人で両方頼んでもいいし、二人以上で来た方はね、なんかシェアするなりしてどっちも絶対味わった方がいいっす。うまっ。
デミグラスソース1週間煮込んだってね書いてるんで、もうそのなんかね出てる、うん、その努力。デミグラスソースも1週間煮込んでここまで美味しいですし、ね、僕の動画もね1週間みっちりかけてね作ってるんですよ。デミグラスソース並みっすよ、ね、だから面白いはず、そう信じてます。おお、これすげえな。これこそ本当のビッグカツです。最近ビッグカツがねちっちゃくなって、なんかもうビッグカツじゃないみたいなね話がこう某 X 旧 Twitter で上がってましたけど、これこそビッグカツ。うわうまそう。皆さん食べ過ぎって思ってますよね。そうです、食べ過ぎです。でもそれぐらい価値がある味なんです。これがねビッグカツ。いただきます。めっちゃ本当でかいですよ、ね、僕も顔結構大きい方だと思うんですけど、顔並みあります。今日ねコメントでね、モーリーさんカバーみたいになってるので見苦しいですっていうねコメントいただきました。ありがとうございます。どこかでまたダイエットしたいと思いますけど、今日はすいません。さらにまたカバーに1個近づけますね。カバーなんでこう雨に濡れてもそれが、ね、平常運転です。いただきます。すごい弾力があってめちゃくちゃジューシーで、でも嫌な脂が全く出てなくて、五島豚もうまい。あぶね。ごちそうさまでした。なんやかんやでペロリと平らげてしまいました。はい、最後ねセルフサービスでコーヒーかコーヒーゼリーをもらえるんですよ。これも嬉しいですね。でシロップとかコーヒーフレッシュあるんですけど、僕はまあストレートでいきます。でもやっぱちょっとかけたくなるな、コーヒーゼリーは。コーヒーフレッシュはダメだみたいなことをね結構言いますけど、まろやか。ちょっとこれもかけてみようか。めちゃめちゃうまなるやん。この後2軒目行く予定なんですけど、もうすでにこの1軒目でもうこのまま寝てもいいぐらいですけど、でもねもう今日で終わりなんで、五島の夜限界を超えたいと思います。もう二度と来れないかもしれんね。本当に一生に一度はっていうことになるかもしれないね。とことんまで堪能したいと思います。バラカモン方来てますね。お、長作ひろみさんとか来てる。相川翔さん、相川翔さん前羽田の JAL ラウンジで見ました。いやーほんとステーキうまかったな。五島牛半端ないですね。で今2軒目行きます。まだちょっと雨降ってますね。明日シノーケルやけど大丈夫かな。もともとはねなんか雨予報やったんですけど、明日も明日なんとか今のところ曇りぐらいまでになりそうな感じです。今のうちに降って明日ちょっとでも晴れ間出てほしいですね。ここですね居酒屋森なんですけど、電気消えてるな。どういうこと。 あったあったあった。おい森、モーリーが行く森。次はなんと Google 評価 4.6 の流量店です。居酒屋モーリー大人気店です。なかなか予約取れない。そんな感じのメニューですね。昨日も飲みましたけど、五島麦からスタートです。好きやな。万能酒造を思い出すな。作り方を学んでね、それも理解した上で飲むとまた一層うまいですね。うん、まあもう同士がもう酒が進む。兵庫にあるイカナゴの食い煮と同じ味付けですね。ちゃんこの炭揚げすごいですね。どんな味なんやろ。今回おすすめをねお願いしてるんですけど、これもおすすめだということで、いただきます。なんて言ったんやろこれ、優しい味。うまそうな写真打ちました。
芸術やなこれ、ね、これがハガツオイラス、すごいキビナゴですね。キビナゴは分かりやすいですね。キビナゴはこれでいただくということです。とろけるな。すぐ焼酎なくなるな。カラス味噌みたいな、多分醤油でも合うしこっちでも合う。いや新鮮やな。五島マジでうまいもの多いな。ちょっとね、僕最初初日ね絶景巡ってねグルメをこう後回しにしたんですけど、五島はね僕個人的な限界ですけど、グルメこそ楽しんでほしい。どこ行ってもうまいですね。種類も多いし、スイーツも寿司も、ね、海鮮も肉も全部うまいです。野菜もうまい。これは試しよし。だグルメが好きな人は来た方がいい。これはキビナゴの天ぷらです。うっすらとキビナゴ感出てますね。食感もいいし、じんわりこうね、やっぱりこの地のものっていう感じの旨味出てますね。カンパチの子供の煮付けです。これもおすすめいただきました。次は五島灘ですね。芋焼酎ですね。ちょうどこれ食べたからすぐ飲みたかった。まあ、芋感があって美味しい。いや次僕ね五島来た時はもう全部グルメだけでもいいわ。まあ明日泳いでね、もしかしたらシュノーケルも良くて海も楽しみたいってなるかもしれないけど、このグルメだけずっとはしごしても満足いく、そんな島ですね。素晴らしいお店、さすが毛利。いやハガツオがねこの五島めちゃくちゃうまいなと思って、まあ、調べてみたんですけど、ハガツオってね、まあ、カツオと同じサバ科なんですけど、カツオにはない剣士のように鋭く尖った歯が特徴の魚だそうですね。大型の魚みたいですよ。刺身で食べるのが一番おいしいんですけど、やっぱ鮮度がめちゃくちゃ大事なんで普通はなかなか食べられないんですよ。だからこの五島ではそれは取れるので食べれるということでね。海鮮ってなんか東北とかその北陸のイメージがあると思うんですけど、そっちはそっちでもちろんうまいんですよ。富山とかでもちろんうまいですよ。金沢うまいですけど、まだこの長崎とか五島とかの魚っていうのはまたそっちでは食べられない魚を食べて、しかもめちゃくちゃうまいんで、グルメの方は絶対来といた方がいい。伊勢海老の出汁の冷やしかけうどん、もちろん五島うどんです。ちょっとカルボナーラ風みたいな感じみたいですね。こちらサービスで提供いただきました。めっちゃ冷製のあっさりカルボナーラうどんみたいな感じ、めっちゃうまい。これカルボナーラ風とかってだから結構濃厚で重たいやつなのかなと思ったらめちゃくちゃ食べやすい。これうまいですね。普通に商品化してほしい。伊勢海老の出汁が効いてます。これ絶品やな。五島芋うまい。いや最高でしたね。いやもうめちゃくちゃ安かったですよ。そしてこのお店で同じ旅 YouTuber のしげたびさんもね来られた店だったんですね。調べてませんでした。たまたま一緒でした。間違いないです。りょう旅 YouTuber がおすすめします。いや3軒目行きたいと思ったけど無理っすね。さすがに食いすぎました。いやでもね全部うまかったっすね。この島はもうグルメ目的だけで来てもいいと思います。それぐらいグルメ最高な
島ですね。サムネイルもグルメ なんちゃらみたいな感じ、行きたいですね。おいおいおい、最後の最後でまたこんなめっちゃ雨降るやん。明日スノーケルマジ大丈夫なんか。ローソンってカラオケもやってるんですね。なんか五島のちょっと別のローソン行った時もなんか2階はカラオケになってたな。五島の夜はこんな感じ。はい、これが商店街ですね。晴れた姿で見ることができました。なんかちょっと昭和な街並みでいいですね。これがちゃんここですね。そしてお菓子としてもあると。ここがカンパーナホテルですね。結構この五島のホテル調べると一番出てくるぐらいじゃないですかね。まあ歴史あるホテルなんじゃないかなと思います。ちょうどもう港からすぐですね。僕が泊まってるコンネホテルも歩いて10分で港に行くことができるんで、まあ本当に飲み歩きする拠点とかにはめっちゃ良かったです。ホテルの中もこう大浴場があったりとか、朝食もあります。で、朝食は僕は今回両方寝坊して見逃すという、そういうこともありますね。いい感じですね。あれも気になりますね。さあ福江港やってまいりました。バスもありますね。バスも、ああ1日3便ですね。買える方々もたくさんいらっしゃいますね。ジェットホイール、僕は1時ぐらいのジェットホイールで帰ります。さあ楽しみにしてたシュノーケルの時間がやってまいりました。ラグーンさん、こちらにお世話になって今日シュノーケルしたいと思います。さあ今日はこれで行きたいと思います。今まで乗った規模よりもね、かなり大きな船ですね。はい、あれがジェットホイールですね。ジェットホイール、いやー気持ちいいですね。晴れてよかった。晴れると信じてましたよ。ここからね、15分ぐらい行ったところでこうシュノーケリングやるみたいですね。いやーめっちゃ穏やかじゃないですかね。いやーよかった。昨日の雨のことを考えるとね、もうどうなることかと思いましたけども、めちゃくちゃ穏やかでいい感じで見れそうな気がしますね。五島はね、まあ、泳いでよし、眺めてよし、潜るもよしということでね、日本の渚100選にも選ばれた、ね、海水浴場がありまして、手つかずの自然が残る、ね、絶景ビーチが点在する、まあ、そういった場所ですけども、ここのねシュノーケリングがどれぐらいなものなのか、いや本当に楽しみですね。結構家族連れもね多くて、家族でこうシュノーケルを楽しもうとしている方も多いですね。で、五島のね美しく穏やかな海はね、子供にも安心ということで、少し潜っただけでも熊の実やキビナゴですね、昨日も刺身とかいただきました。キビナゴの群れなどたくさんの魚や珊瑚に遭遇ができると、ね、ラグーンさんはねウェットスーツの貸し出しもしてくれるんで、美しい色ですね、あれ。なんという楽園、完全に楽園の色じゃないですか。綺麗。手がなしで行きましょう。あと知ってる？楽しく遊ぶこと。はい、いってらっしゃい。どうぞ。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。
いやー、五島の海にね、初めて入りました。想像してたよりも相当綺麗でした。ここまで青々としてて透明度が高いとは全く予想してなかったので、もうテンションがめちゃくちゃ上がりますね。でちょうどこの間だけね、晴れてくれたんで、もうキラ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 して、そしてなんかこう奄美大島付近の海だったり沖縄の海とかと違って、かなりなんか青さが際立ってるような気がしますね。やっぱそれぞれの海でなんかこうやっぱ特徴があるんですね。そう考えるとね、もっともっといろんな海に行きたいなという思いが湧いてきます。いらんことすな。いやー、快晴じゃないですか。何が曇りのち雨予報やねん。これが晴れ男だ。このね、日本一美しいとも言われるね、コバルトブルーの海はですね、このシュノーケルとかだけでなくてね、釣りの聖地としても有名なんですよ。黒潮が流れる五島の海はね、一年を通して豊富な魚を釣ることができて、まだね、釣りをしたことがないって方はこの五島で釣りを初めてしてみるのもいいかもしれませんよ。単なるね、海水浴を楽しむんであれば、海水浴場もね、結構ありますので、ファミリーで海水浴場に行くのもおすすめなんですけども、こうやってシュノーケリングを楽しむにはね、やっぱ危険も伴いますので、ちゃんとしたね、業者にお願いするのがベストなんじゃないかなと思います。あとはゆっくりと自分が泳いだ気持ちになってご覧くださいませ。魚怒らせん、もう注意や、魚怒らせん。そりゃそうや、楽園やな。いやー、五島の海がね、こんなに透明度が高くてね、美しいとは全く予想してませんでした。いや、グルメの島だとは言いましたけど、この海も絶対見てほしいですね。いや、本当に素晴らしかったです。心が洗われましたね。今までね、いろんな島でこう海に入りましたけども、いや、ここのね、海はなんかすごく青いっていうのがなんか印象的でしたね。それとやっぱ魚の群れ、ウミガメとかあまり見ないみたいですけど、また独特の青さが癒しの時間になりました。そしてこの小魚も最高ですね。ずっと追いかけてるだけで5時間が過ぎていく、無になれますね。一番前が気持ちいいようで、一番前に来ました。終わったら困ってきました。
に天気を操りますね。どうよ、森岡。いいっすね。はい。おい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 、もうなんか雨降りそうやんけ、向こう。めちゃくちゃラッキーやったな。到着です。おお、あれなんかまた赤島、大島に行くような船があるんですね。ありがとうございました。はい、港の中にあるね、食堂で食べたいと思うんですけども、ちょっと今一杯ですね、待ってます。いや、最後ランチ食べて帰るのありがたいですね。無理かなと思ってたんでね、後藤うどん食べれます。まで降ってきましたよ。はい、こんな感じのメニューになってますね。ちょっと後藤うどんのあごだしちゃんぽんっていうのをね、頼んでみました。一番早いのはカレーですって書いてます。あと生ビールも頼んじゃいました。あごだしちゃんぽん来ました。うまそうやん、これ。あごだしやな。シュノーケリング、お疲れ様でした。シュノーケリングの後はやっぱいいな、めっちゃいい。はい、こんな感じになってますね。ちゃんここと、あ、ちゃんここ、はいはいはい、置いて帰ります。いやー、またね、こう港に出てくる時間にはまた雨止んで晴れそうな感じですね。いやー、なんという運のいい旅だったんでしょうか。ありがとう、福江島。これで快適に帰ることできそうですね。雨も降ってないし、ペガサスで帰ります。いやー、五島列島福江島最高でしたね。はい、それではね、先ほどお土産に買ったちゃんここを早速いただきたいと思います。こんな感じのパッケージになってて可愛いですね。開けてみるとこんな風に一つ一つ個包装されてますね。あ、こんなきな粉の餅どっかで食べたことあるような感じですが、食べてみて、美味しい。結構歯ごたえもしっかりあって、うまい餅です。泳いだ後に最高です。こんなね、ゆったりとした曲がかかってるんで、ゆっくり帰ってるように見えますけど、ジェットホイール使ってるんで、時速 80km で帰ってます。たったの1時間52分で帰ることができました。いや、最高ですね。いやー、五島の旅最高でしたね。五島はもうほんとグルメおすすめの島でした。このまま神戸空港に向かいたいと思います。いやー、しかし全部ね、なんか雨予報みたいな感じだったんですけど、終わってみれば大事なところは全部晴れてくれてよかったなと思います。さあ、ここから空港に向かいます。いやー、来ました。ギリギリ前、結構時間ギリギリでしたね。迷ったらアウトみたいな。宿泊税とかスタートしてるじゃないですか、長崎県。レンタカーさん、この車に乗りましたね。
今回はね、使いませんでしたけども、また利用させていただきたいですね。いやいやいや、めっちゃ揺れるやんけ、おい。と思ったら揺れたのは一瞬だけで、素晴らしい景色を眺めながら帰ることができました。最高の旅でしたね。いかがでしたでしょうか。ずっと行きたいと思ってた五島列島福江島でしたが、やっぱり良いところでした。まさかここまでね、グルメが素晴らしい島だとは想像していませんでした。長崎県は他にも色々と旅しましたが、グルメ最強ですね。長崎旅行の再生リストに長崎の旅行先をまとめてありますので、ぜひ興味ある方はそちらもチェックしてみてください。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような離島の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価コメントをお願いいたします。メンバーシップで300以上の非公開動画も見ることができます。メンバーシップで応援いただける方を募集中です。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。